ウィーバータクチャンネル。どうも、現代忍者タクです。忍者犬の犬丸です。ねんねん。タクちゃん、夏といえば、はい、ちょっと遠くに行きたくなるよね。遠くに行きたくなるね、うん、夏休みはやっぱり旅行いいよね。うん、どこ行きたい？そうだな、熱海、軽井沢、うんうん、そこのあたりとかやっぱいいよな。なんかおじさんっぽいね、軽井沢。まあ、おじさんだぜ。そうだね。そうだそうだ。あ、違う、おじさんじゃないよ。あ、俺いくつか面白い忘れてた、俺、自分の年齢34歳。違う、それ、タクマとシロだろ。え、タクマとシロが24じゃなかった？タクマとシロが34なんです。僕がタクでしょ。だから何？え、24か。そうなの、俺24なの。お兄さんじゃん。そうなのよ、うん、だからで多分ウェーブ疲れで温泉行きたくなるんだな。なるほど、そういうことか。そうだな、そうだな、うん、じゃあ、うん、今日は遠出する、うん、やっぱり人のために、うん、やっぱり電車とかさ、うんうん、時間とかさ、うん、夏はやっぱりこうモンモンしてる人が多いだろ。オータピーがさっき言ってたね。そう、オータピーがモンモンする、うん、夏はモンモンするって言った、うん、あいつが言ってたけど、うん、そういう人が来たらね、まあ、オータピーが犯罪者みたいになっちゃうけどね。そうじゃなくて、まあ、そういう場合はどうすればいいか、うんね、よし、ちょっと待って、考えてきた。あ、間違えた、俺またウェブ使っちゃってた。ダメだね。ダメだね、うん、じゃあいつも通り先生お願いしよう。はい、先生、お願いします。タクチャンネル。はい、今回はですね、立ったままの技は結構やりましたので、今度は自分が尻の位置をつき、そして自分が一番ハイリスクの状態からどうやって離脱できるか、そしてそこからどういうふうにエスケープできるかを見せたいと思います。ちょっとやってみたいと思います。ですね、尻の位置をつき取られ、上に相手が乗ってくると思います。で、この時一番重要なのは、上ずってやめてください、やめてくださいって言っても全然ダメなので、一回呼吸を整えましょう。ベースを作る、これが一番大事です。その後に足を使って両肩で軽いブリッジをします。そうすると手がつきますね。その時にこっちの足を相手の足に、ちょっと難しいんですけど、上にですね、最初はこうなってたと思うんですけど、後ろに引っ掛けます。そしてこの手を持ち、そしてこっち側なんですけど、相手を持ち、あとは転がれば大丈夫です。もう一回やってみたいと思います。呼吸を整えて柔らかく、そして足を使って肩ブリッジ、手を持ち、足をかけ、手を持く、かわいい、いいですか。はい、でその後にですね、もう一つ言いたいのは、これが、まあ、そういう柔術や格闘技やられてる方は分かると思うんですけど、ここはロックされて逃げようと思っても逃げられずに何かされてしまうので、ここからの離脱の方法を何でか見せたいと思います。まずはこの腸骨、腰の骨です。ここに手をきっちり当ててください。これ以上手を出すと技かけられて、取られたり、いつも教えてる逆に小手返しを取られますので、骨盤、ここからもし相手が衣服着てれば、試合とかなんとかであればみんな道着の帯を持ちます。いいですか。これ以上出さない。そして脇を締めて、肩甲骨バックウェーブを使って相手の足を引きます。いいですか。そして正座をします。基本の正座ですね。いいですか。そしてこの正座の左足を相手の上に乗せて、それがサイドポジション、横進行というのがありますね。じゃあ相手のケツの後ろを持って、トップポジション、これは上進行というものですね。いいですか。次に、崩れてる横進行、いいですか。そして相手の手を持って拘束します。いいですか。その後に足を入れ替えて、今度は自分がトップポジション、いいですか。でその後に腕を、インストラクターの方がまた足を引っ掛けて、同じことをやって、自分も同じことになって離脱できます。こうやってですね、あんまりハードにやらずに日々トレーニングをして、今みたいにドリルっていうんですけども、
同じ技を何度も何度も演練していくうちにすごい上手くなりますので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。はい、ブルーウェーブと体が自由に螺旋状を使えれば、これで相手の関節で膝の靭帯を壊しちゃってください。タクチャンネル。なるほど、ああいう風にこううまく手を使って力を使わなくてもやることができるんだね。そうだね、力を使わないってことは女性も、うん、できるよね。そうだね、うん、やっぱりああいう技だな、うん、そのそう、後ろからさ、こう、ね、来られた時にどうするか、もっと喋ってね、っていうのをさ、分かってると、うん、やっぱなんかもしもの時のためにね。そうだな、うんうん、だからあのみんなも先生の技を、うん、よく見て、うん、勉強してみてくれ。そうだね、うん、よし、じゃあ行くか、うん、高評価ボタンを押してね。チャンネル登録もよろしく。ウィーバー。